いや、そう、もちもちの部分までやるんかなと思ったら、なんでフル尺だったのかよ。最近太ってきてさ、こう体がさ、もちもちしちゃってんのよ。もちもちってなんだ、女の子みたいに言うな。ネタのやつずらすなよ、こんなの。だからさ、その今持ってる服、全部捨てて、その代わりに笹の葉巻こうと思ってんだけどさ、吉田はどう思う？なんでお前これからちまきとしてやっていこうかなって吉田に相談してきてんだよ。いや、そう、もちもちの部分までやるんかなと思ったら、なんでフル尺だったのかよ。いや、ちょっと太ってきてて、はいはい、で、結構久々に会う人とかにもう、めちゃめちゃ太ってんじゃんみたいな。まあまあ吉田ほぼ毎日会ってるからあんま分かんないからね。めちゃくちゃ言われて、こう、たえさえこうヒゲとかも生えてるから、うん、こう、好きあらば汚くなっちゃうじゃん、見た目が俺って。なんだその好き。油断も好きもあったもんじゃないというか。はいはいはい。いや、で、これまずいなと思ってるタイミングで、うん、その事務所ライブの時に、うん、普段はあんま来ないマネージャーさんが見に来てて、はいはい、いらっしゃってたね。で、なんか、ちょっと山田くんいいみたいな言われて、うん、あの、ちょっと見た目のことなんだけどみたいな言われて、あら、うわ、これ絶対太ったん怒られるぞと思ったら、確かにね、洗剤と違うじゃないかってなるから。あの、今日ネタ見てて思ったんだけど、うん、顔がテカテカで面白かったから君はもっと顔をテカらしていきなさいって言われて。そんな指示ある？マネージャーから。テカらしていけ。だから太るとか痩せるとかじゃなくて、ちょっと今後顔テカらしていくわ。やだよ、お前がオイルとか塗り出すの顔に。